スポーツファンの皆さんこんばんは、亀山努です。こんばんは、NBS アナウンサーの亀井まりおです、はい。そして今日の亀友は、こんばんは、サッカーの山田貴道です。よろしくお願いいたします。早速ですが、メールご紹介しましょう。はい、ラジオネーム、はい、明石のえみちゃんという、いつもいただきます、兵庫県明石市の女性の方です。はい、なでしこジャパンについて、うん、終わってしまいました、ワールドカップカナダ大会。 私もなでしこの皆さんと一緒にテレビの前で一人でエンジンを組んで「よっしゃー!」と雄たけびを上げて仕事に行くギリギリまで応援していました <laughs> 残念でしたが彼女たちから元気と勇気をどれだけの人がもらったことでしょう キャプテンの宮間選手が発する一言一言に何度涙したことでしょうか彼女たちは常にこれからの女子サッカーの普及や発展に気持ちも置いています自分たちのことだけでも大変なのにこれからサッカー選手を目指す少女たちに向けて自分たちができることを常に考えて発信しているのには本当に頭が下がりますなでしこの皆さん胸を張って帰国してくださいといただきましたうんね 一人でエンンジってどううしたんだろエアエンジンでも終わった後の表情を見てるともちろん目に涙はありましたがやりきったっていう感じが伝わってきたような気がしますいや僕何が一番すごいかって決勝戦ですよね世界一を決める2位ですよ世界2位なんですね2位ですねなのにまだこう僕がやりきった反面すごく悔しいっていうのがにじみ出てたので。 いやこれまだまだだだ強くななるんだろうなって、ね、もうほんと世界のトップレベルのチームではあるんですよね、うん、そこで悔しいって思えるっていうことはそうそう。最近の流れでなんかこうもちろん我々は小学生に教えるんでね、うん、楽しく楽しくって言うけど結構上のレベルの人たちでも楽しくやろうみたいな風潮が出てきてる中で、うん、実はすごい悔しいっていう悔しさがないように、うん、僕出てたのがああまだまだやっぱり女子サッカー強くなっていきそうだなってこの悔しさを。 また次にぶつけていくんだろうなっていう感じはしし特に澤選手や三山選手あたりは爽快感もあったと思うんですけれど、はいうん、岩渕選手、うん、若い選手ほど悔しがってたのが嬉しかったですね、逆にそうです、ね、神村さんおっしゃるように、はい、あと、まあ、三山さんのインタビュー。はい、らなくていいと思う <laughs> <laughs> 自分たちのためにまずやったんだからすごいことですよねだってねよう考えたらほんの45年前ぐらいまで誰も女子サッカー知らないですよそうですよワールドカップで前回優勝してから一気にいろんなことがこんなねこの今の時代にねたった45年間でねここまで知名度が上がるここまで浸透するものってなかなかないでしょこれすごいことですよね45年間で明らかにサイズも含めてね 違うもう、うん、アメリカと比べたらそうでしたね。だから、それを、まあ、日本らしい戦いをしてね。うん、世界2位ですから。はい、うん、まあ、これを悔しいという思い、また次にぶつけてほしいし。うん、まあ、これで、ね、もう引退だろうって言われてる澤さんなんかも、本当に。やりきった感じ出てましたから。その気持ちのいい朝を迎えましたけどね。ああ、なるほどね。悔しさもありましたけど。はい、保険の。はい。はい。 えー、ワールドカップについては後ほどサッカーに詳しい亀友スポーツライターの金子達人さんとお電話をつなぎまして、はい、少し詳しくゲームの内容などについても掘り下げていきたいと思っております。そし、はい、そして今日ののゲストは山山田田ささんんんです、はい、そんな中ー しっかり首位キープですよ、キープですよ貯金一ですけど。いや、でもね、貯金があるだけすごいじゃないですか、あとみんな借金ですよ。あのね、本当にね、こういうシーズンって、不思議、あ今年不思議なシーズンじゃないですか、首位に立って嬉しいんですけどね、やっぱね、自分の中でなんか染みついてるんですよね、最下位も割と近いんですよ、混戦やから。ゲームだっっっそうなんですよちょとポポポロロロて 連敗したらそっちも近づいてくるんでね, <laughs> ね。あの貯金とはいえ、通帳を開いた時にもう。 円もない実は来月の支払いは結構きついぞっていうところまで来てるのは事実一応貯金ですけどこの周囲って不思議な感情複雑な感情この周囲ってでも隣のクラスメートは全然お金ないよってピーピー言ってるからなんとなくリッチな気分もしますし周りがねもう中日ドラゴンズくんなんかもう俺ダメだってちょっと投げかけてますからねでもそんな中日ともそこまで離れてないですよねいや分かんないです離れてないのが怖いんですよだからって調子乗ってると来月の支払いではそこにいるかもしれないですね しそうでし、ね、ちょっと前まで DNA がそんな感じでしたから、ね。そうなんですよ。<laughs> 不思議なシーズンでございます。はい、今皆さんはどんな気持ちでスポーツ見てらっしゃいますか。サッカー、野球、その他何でも OK です。あなたからのメッセージお待ちしています。カメトモアットマーク MBS 一一七九ドットコム、カメトモアットマーク MBS 一一七九ドットコム、カメトスポーツマンデーまであなたからのメールお待ちしています。番組中に読ませていただいた方には全員にノベルティの白ご飯にかけて美味しい。 亀友証の振り,りかけをプレゼントしておりますはい7時までよろしくお願いします亀山友の亀友スポーツマンデー最初のコーナーはスポーツに関する様々な話題について亀友山田孝道さんそして亀山勤さんとお話をしてまいります亀友スポーツジャーナルです、はい、早速参りましょうまずはこちらから2連覇ならず サッカーの女子ワールドカップカナダ大会は今朝決勝が行われ、日本代表のナデシコジャパンはアメリカ代表と対戦しましたが、5対2で敗れ連覇はなりませんでした。一方のアメリカは史上最多となる3度目のワールドカップ優勝を決めています。早速お電話つながっておりますスポーツライターの金子達人さんです。金子さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。金子さんは今どんなお気持ちですか。 まあやっぱショックですよね負け方はうんちょっと金子さんと一緒に振り返りたいと思います、前半です3分にいきなりコーナーキックからロイドが決めました、はい、このシーンはちょっと衝撃的だったと思うんですがまあでもね、アメリカが賢かったですよね、賢かったあのシーンはやっぱり最初のコーナーキックじゃないですか、はい、アメリカの高さ、強さ。 警戒しよようううっていう風にまず意識は行くと思うんですよ <A> 僕自身、高さに気をつけろよと思ったらグラウンダーで来られちゃったわけですよね。ハイボールでくるかと思いっ,きりうってしかもペナルティーエリアの外からエースのロイド10番が走り込んできてのシュートでしたもういわゆるアメストビューのデザインされたプレーってやつですよねいわゆるスペシャルプレーいきなり出されてそれはど、うんぴしゃり。はい まあまあ、めちゃくちゃ気分はよくなりますよね本番前にも言ってたんですけど、亀山さんが相当アメリカ、日本をリスペクトして研究してきたのは間違いないと、はいこれその通りだと思いますか、あのー、自分たちのやったことが、どれほど大きなことだったのかっていうのを、自分たちより他者の方がよく知ってることって多々あると思うんですけれど4年前のワールドカップ優勝っていうのは、 日本人が思っている以上にアメリカに衝撃を与えてたってことですよね。絶対に取るぞというゲームだったわけですね。そうですね、うん、ですから日本はいつものように立ち上がった決勝戦だったと思うんですけれども、うん、アメリカは準決勝のドイツ戦世界一位の相手ですよ、ランキング。うんはい、よりも準々決勝の相手よりも明らかにテンションが違った。 出ましたからねはい、うん、日本ということで、うん、あの日本にとってアメリカはもちろん特別な相手なんですけれどもアメリカにとっての日本はめちゃくちゃ特別だったんだなっていうのを思い知らされましたそしてその2分後でした今度はフリーキックからボールが渡って結果またロイドが2点目を決めていますこれで2対0 2> これもまたグラウンダーのボールなんですよねはい、うんうん。あの高さハイボールを警戒してきた日本にしてみるとやはり ちょっと今日疲疲れたかなと完全に疲れましたそして、えー、前半14分でした岩清水選手のクリアが短くてホリデーに決められて3対0そしてその2分後にはセンターサークル付近から上がってきた海イホ選手ゴールキーパーの頭を超えるループ、まあ、大きなループでしたがロイド選手が決めて4ゼ0という展開になりました。うんまあ、あのロイド選手のの点目なんんてていうのは彼女にとってももちろん 人生で最長のロングシュートでしょうし、はい、ワールドカップ史上多分あれを超えるロングシュートでも生まれないでしょうねうで岩清水さんのクリアにしても、まあ、ミスなんですけれどもじゃあ彼女どうしたらよかったのかって言ったら、まあ、あれしかないですよねまあまあ本当に実力差のある相手倒すには日本に突きとか相手のミスが必要だったんですけれども突きもミスも でもなんかこうアメリカのほうにプラスに働いちゃいましたね、今回の前半は、うんうん、そして日本の反撃は前半の27分でした、川澄選手からのボールを大國選手が決めて、でしたすごいなと思ったのは <A> あの、男子の日本人であったら、0ロ4になった時点でもう崩壊してると思うんですよ。点にこうって 思えて、返せたところに僕は痺れましたけどね。うん、だって、1年前の男子のワールドカップの時は、リードしてたのが追いつかれただけで崩壊しちゃったんですよ。ああ<ー>、はい、そっか。で、もう今回の試合で一番感動したのはですね、1点目先制点取られました。はい。宮山さんが中心になってエンジン組みました。はい。2>, 2点目取られました。またエンジン組みました。うん、これ間違いなく、 ブラジルワールドカップの男子の教訓を生かしてると思うんですよね、はい、点取られてみんながパニックになりかけた時1年前の男子代表は何もしないで流れに飲み込まれちゃった、うん、多分宮間さんはアメリカ相手にリードされることっていうのもあらかじめなんていうんですね予測の一つに得れたと思うんですよ、はい、で取られたら絶対に時間を置こうって決めてたと思うんですよ、うん、結果的に実らなかったけれども本当にいろんなところからエッセンスであったり教訓を あの選手三山選手っていうのは引っ張ってきてるんだな、すごいなっていうのに、ね、そしてベンチも動きます、前半の33分に岩清水選手に代えて澤選手をボランチに入れました、そして39分には川澄選手に代えてポストプレーができるフォワードの菅沢選手を投入という形でした佐々木監督、早めに動きましたね、ここは。 早めに動いたのは僕はもう英断だと思いますし僕は2 0になった時に動いてもよかったと思ってたんですけれどー、うん、ただ、川澄さんじゃないだろうとは大國ててさんの得点の起点にもなってましたしそこで変えちゃうのかなっていうのはちょっと残念なチョイスではあったと思うんですが、はい、ただしあのベンチに下がった岩清水さんも泣き崩れてたじゃないですか、うん、もう普通の精神状態じゃなくなってたというのは かから見て分かったと思うんですよね,なるほどねその選手を残しておくよりはというのはあったと思います本来ならば勝ってる展開で抑えクローザーのような形で使ってきた澤さんをここに岩清水さんの代わりに入れたっていうのはやっぱり落ち着かせたい、三山さんをサポートさせたいという思いもあったのかもしれませんね。 そして4対1で後半戦に突入日本の反撃が始まります4対2になったのが後半の7分でした沢選手が競り合って結果アメリカのディフェンダーがオンゴールという形になりましたいけるかなと思ったんですけどねうん。2分後に9分でしたコーナーキックから最後はヒース選手が決めて5対2 えー、そして後半の15分に大野選手に代えて岩渕選手が投入されましたがこのままスコアは5対2で動かず日本は準優勝という結果になりました、うんまあ、あの普通にやったら3ゼ0ぐらいの実力差はある両チームでしたから、うん、今回、はい、結果、スコアはまあ順当だと思いますしアメリカの5点はでもちょうまくのいきすぎ、うん、で、えー、ここまで6試合で1点しか取れてなかった 取られてなかったアメリカから二点を取ったのは大したもんだな日本とも思いましたけどね。どうでしょう、金子さん。日本の理想的な展開とすればゼロゼロあるいは一一という時間をできるだけ増やして最後スタミナ勝負になればと思っていたような気もするんですが、あの二ゼロぐらいまでは耐えられると思ってたんですよ。ロンドンの時実際二ゼロで耐えて一点奪って、うん、その後。 アメリカをもうノックアウト寸前まで追い込んだ、そのことはアメリカの記憶にも残っているでしょうし、日本の自信にもなっていたはずですから、うん、2, 2 0だったらというのは、あったん2 0までだったらというのはベンチもあったと思うんですけどね、はい、3点目、岩清水さんのミスの3点目っていうのが、ものすごくやっぱり大きかったんだと思いますけど、うん、ね、金子さん、えー、サッカーでいうと、まあ、前半、後半で90分ですか。はいのの中でそのまあ アメリカほどの大型チームというかサイズ感もパワーもスピードもって考えたら、うん、うまく90分のペース配分ってよく話されるじゃないですか、はい、だからそういうペースでスタートしていけばっていうことある程度日本も考えていったけど実はアメリカが本当に日本を警戒してて、はい、用意ドンからそのガス欠覚保のフルスロットルで言ったように僕も見えたんですよ、うん、そうなれでおっと圧倒されたのがあの前半の本当瞬間最初の。 全くおっしゃる通りです、うん、だからそこでやっぱりヒ、ヒール部とか、今まで頭で描いてたプランが、一気に日本サイドもやっぱり崩れたですから、本当に日本に対するリベンジの気持ちっていうのを、アメリカがあそこまで持ってるっていうのは、日本サイドからしてもちょっと分かんなかったと思うんですよね、あ<ー>一応あの、僕らからすると、リベンジはもうロンドンで食らっちゃってるわけじゃないですか、うん、オリンピックで。はいうん あれでもうなんでしょう僕らの方が挑戦者のような気持ちで試合に入ってたところあったと思うんですが、思いっきりアメリカが挑戦者でしたよね。あーなるほど。これに飲まれちゃいましたよね。はい。結果は最後敗戦という形で終わりましたが、この大会での日本代表を総括すると金子さんはどんな風に見てますか。あの実力的にはベストエイトのチームだったと思うんですよ。ほう。うん。それを 本当に王者のメンタリティー、うん、もうハートの強さ、それからなんんて言ううでしょうね苦境になっても大丈夫、私たちチャンピオンだからっていうような自信、うん、懐の深さだけで行っちゃった感じがします、三山さんがよく最後は気持ちですっておっしゃってましたけど、気持持ちでっっていった準優勝そうですね。う えー、そして、澤さんが引退をすでに表明しています、そんな中、もうオリンピック、リオ五輪が控えているわけで、これからサッカー、はい、なでしこジャパンはどうなっていくんでしょうかあの彼女たちを迎える日本の国内の反応次第じゃないですかね、うん、なんだ、5点もぶち込まれるんだ、だめじゃんっていうことになったら、まあ、火は消えていくでしょうし、うん、競争力もあっという間に。 しししてくでしょうし、はい、悔しい、次は絶対に勝ちたいっていうのがあればまた強くなってくるでしょうしね、結局、4年前にワールドカップが終わって日本は勝ちました、その後何をしたかというと、人気に群がっただけなんですよ、基本、うんうん、彼女たちの環境っていうのはほとんど変わってない、はい、アメリカは何やったかというと、どん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 環境を良くしてたんですよね。はいはい あのテレビでも言ってましたけど、アメリカの選手たち、ママさん選手多いわけですよ、はい、お母さんになって子供が生まれても、サッカーを続ける自由であったり、はいはい、権利っていうのが普通に約束されている、日本、広がってどうかっていうと、相当厳しいですよね、やっぱりアメリカ、40歳の選手も出てましたもんね、最後は、うん。はい あの選手たち、スタッフの皆さんは相当悔しい、これを次に生かしてくれると思うんですが、見ているわれわれがこの悔しさみたいなものをどう力にしてあげるかということですですから僕、今日の負けっていうのは、なでしこがアメリカ代表に負けたというよりは、日本という国がアメリカに叩き潰されたなと、うん、日本の社会が、うん、日本の文化が、うん、スポーツに対する考え方が、うん、もう全面的に負けました。 って感じでしたよね。はい、えー、お話を伺いました。スポーツライターの金子達人さんでした。ありがとうございました。ういしたありがとうございました。金子さんの最後の話に関連して、こんなメールもいただいてます。まいはい、ええー、ラジオネーム鳥谷とラウールが好きださんです。東住吉区の方です。残念でした。 でも感動をもらいました、うん、そして負けて悔しいけれど前回とオリンピックも含め3大会連続でファイナル進出これすごいと思います、うん、胸を張って日本に帰ってきてもらいたいですそして私17日に代表帰国後最初のホームゲームのノエスタにアイナックの応援に駆けつけたいと思います感動ありがとうございましたと、はいうん、で実際にこの 鳥谷とラウールが好きださんはスタジアムに足を運びますとおっっしゃってるんですよねアイナックはノエスタで7月17日金曜日スペランツ FC 高槻と対戦があるんですがアイナックの公式ホームページを見ますと、はい、7月10日に川澄さんたち代表選手はチームに合流しまして、はい、12日金曜日には岡山で三山選手のユノゴーベルトリーグ戦を始めると。<laughs> このスケジュールすすごいですね だなでもきっとあの彼女たち喜んでというか「うん、やりますよ今熱が冷めなうちに私たち頑張ります」って言うでしょうねきっと。ね、女性の方が強いですよね強<い>あの日常生活でもね、はい、これ多々感じますし他のスポーツでも多々感じますけれども女性の方がやっぱあの昔からよく言われてますけれども女性の方が土壇場になった時の、はい、ハートの強さって、はい なんだろう男性にはないなんかものが出てくるようなすごいねうそういう印象がありましてあの格闘技とかでも女子ボクシングとか女子格闘技の方が実は KO ってすごい少ないんですよ。慶、はあ、o とか一本負けっていうはい,、はい、いわゆる、うん、一本 KO っていう負け方がすごく少なくて判定が多いんですよ。でそれは何でかって言ったらあのね女性の選手って立ち上がってくるんですよ。確かに日本のの言葉でもあの キモッタマ母さんっていう言葉はあるけど父さんんないですもんね雷親父とからどっちかというとやかましい系の「めめしい」メメって言葉は男のためにある言葉ですけどね <laughs> 女性に対して「めめしい」って言わないでこれね本当にね僕格闘技のレフリーに聞くとね <laughs>、はい、女子の選手一本あの要するに関節技の時に、はい、もう。 こっち側から止めないと折れちゃうって言うんですよあ、ギブアップしないップしない男子はやばいと思ったらすぐこうやってタップするんですよね自分の体を叩くんですよね女子はもう折れるんじゃないかなるところまで本当タップしないんですってだからレフリーが止めちゃうんですってこれはもうメンタルの違いですよねヤンヤン亀友でも我々強烈に覚えてるのがバレーボールの竹下芳恵さんの最後は根性ですってヤンヤンそうですね あの説得力たりはすごかったですもんね。<laughs> いや男だって根性出すんです。出すけれども、はいうん、男ってなんかどっかね守っちゃうのかな。<laughs> なんだろうね <laughs>。なんかなんか生命としてのその女性の強さを感じますね、はい。あとまあこれ今後気をつけないとあかんないと僕は思いましたけどこれねこれ二連覇ならず、はい、ってなやっぱりどうしてもこういう表現してしまうけど。 準優勝おめでとうの方がいいよね。そうですね。うん、我々はね、うんはい。マイナスとプラスしっかりあの我々も正しく評価をして、うん、そして次への支援をしっかりしていきたいと思います。うんはい、最後に川澄選手のブログを紹介しておきたいと思います。はい、当たり前ですが、負けて悔しいです。でも、サッカー人生でワールドカップの決勝を戦える瞬間は何度もありません。 ここまで連れてきてくれた仲間と支えてくださったスタッフ、そして応援してくださった皆さんに心から感謝しています。次のステップアップのため、また今日から良い準備を始めて始めたいと思います。今月12日から投げ宿リーグが再開します。ご声援もよろしくお願いします。というふうにブログには書かれています。もう前向いてるもんね。もうスタートしてるから。うんうん、がです。切り替えも早い。 恋愛と一緒ですよ。ね、女の人の方が切り替え早いですから。<laughs> 男はちょっと休憩。<laughs> そう、男は、ね。ちょっと一回休憩でいいでかしかもちょっと振り返りますからね。終 <laughs> わ <laughs> ってまいりましょう。プロ野球です。 ネットを通空プレイヤー級セパリオリーグ熱戦が展開されています。タイガースはスワローズ・ベイスターズと対戦し2勝4敗でした。通算ではセリーグでまだ唯一となる貯金1をキープ2位ジャイアンツとは1ゲーム差の首位に立っています。一方パリーグオリックス・バファローズはファイターズ・ホークスと対戦して2敗に雨中止でした。首位のホークス2勝1敗1雨中止。今週も好調です。2位のライオンズに4.5ゲーム差をつけています。 うん。まずタイガースの話題です昨日のベースターズ戦8対1で勝ちました4番のゴメスにどでかい一発1対1で迎えた3回2アウトランナーなしの場面、えー、DNA 三浦投手のストレートを弾き返し推定130メートルの飛距離のホームランでした本人も 良い感触だったナイスパワーだったね飛距離では来日して一番だろうねと自我自賛しています、うん、リーグ戦再開後は12試合でゴメス選手打率4割5輪5ホームランノーヒットで終わったのはわずか1試合と上昇カーブを描き続けています、うん、タイガースの和田監督はこの勝利で村山実さんと並ぶ監督通算241勝ゴメスについて 選球眼というか、ボール玉に手を出さなくなってきている。それが得点にもつながるし、甲府町のバロメーターにもなるんじゃないかなと話しています。うん、チーム全体としても、三試合連続二桁安打と好調をキープしています。うん、はい。打つ子神谷さん、好調です。そうですね。いいと思いますよ。あの、やっぱクリーンアップが売ってるので。はい、あの、そんなに違和感はないというか。うん、そうですね。まあまあ、一つ、一、二番がちゃんと機能したら。 チャンスヤクルトのジングルでちょっとねバタつきましたけどあの時でも一応クリーンアップは機能してたのでそうですね打つ方は確実にもう一番が順番でいいですから塁に出ればもっともっとこうちょっと気になるのゴメスがね調子いいじゃないですかどんどん上がってきてきてるじゃないですかで確かね去年もそうやったんですよ去年もホームランがなかなか出なくて開幕から。 であのー、途中からホームランのペースがバーって上がってきて最終的に二十何本まで行きましたけども <laughs>、はい、あの開幕から結構長いことホームランが出なくてそれさえなければ30本超えてたんじゃないか、はい、で今年もまあそんな感じじゃないですか、はい、ちょっとずつ今になってペース上がってきてるじゃないですか、はい、僕、これねちょっと単純な疑問なんですけどもしかしたらですよ、はい、単純にゴメスがスロースターターなのって、はい、キャンプインいつも遅れるからじゃないんですか。<laughs> 去年、今年もそうだったでしょ、いとかパスポートがないだとか、探してどうのこうので、の結局、キャンプインしてきたのが、えっと、中旬ぐらい、月の中旬ぐらいでしたよね、はい、嘘つきますか、もう。 ゴメスにだけそ <laughs> そうそう,そう昔言、はい、いましたよね、はい、あの集合時間わざと最初分前に言うたりとか言うたりする人いましたよね、はい、だから来年からねキャンプインを1月15日って言ってね <laughs> ゴメスにはだ,、ねうん、だって2年連続でキャンプイン遅れるってそうそうないじゃないですか、うん、いやゴメスだけキャンプイン言うたら赤んじゃん逆算ちゃいます 3月1日開幕やとぐらい。そう,そうそうそう。外国人選手の特有の考え方ですよね。ちょっと間違ってたわ、いう、<そ>う来てから言うぐらいの感じの方がいいかもしれない。いや、ほんまにね、なんかそう,もう、いや、これね、単純に去年もそうやったなって思って、去年もキャンプが合流遅れて、あれ去年は奥さんの出産かなんかでね、はいはい、遅れて、そ,ねはい、そしたらやっぱスロースターターで,、はい、で、今年も遅れて、やっぱスロースターターで、はい、お前、それ遅いからちゃうんかと。あただ、ただね、はい、その、 ここ最近が外国人がよんどん開幕が早いだけで大体、はい、昭和かよの感じですよだからゴメスは<ー>昭和の外国人はこんな感じ、ね、夏頃になると打ち出すっていう感じうです、ね、実際バースも遅かったですからねはい夏場にこう梅雨時ぐらいからぐっと上がってくる選手が多いので、うんうんうん、そう考えたら、うん、そこまでしのぎき で、ここで上がってくるっていうのは、まあ、非常にいい傾向だし、ロケットの二段目ぐらいで。はい、いや、ほんまそうです、ねで。まあ、福留君がいいんでね。福留<ー><で>ゴメスがいいのは、これまた。 今のところ打つ方はみんなちょっとずつ開幕の,あのひどいあの三撃と,、ままあね、と比べたら今はね、はい、どんどんみんな上がっていってますからね、はい、そうですね、うん、投げる方でも頑張りましたこの人土曜日のベイスターズ戦7対6で勝ってますがプロ入り初先発した2年目の山本翔哉投手、はいうん、5回を2失点粘りのピッチングで初勝利を飾っています、うん、毎回ランナーを背負う内容でしたが チャンスは今回しかないと思いました、気持ちで頑張りましたと言っています、5回で降板した後、勝利の瞬間までは長かったですと言いましたが、プレゼントされたウイニングボールを手に、両親にプレゼントしますと、はにかんでいたということですいやーよう頑張ったし、ね、本当おめでとうございますですよ、これは。この試合、亀山さん、解説で解説でしたけど、はい、この時リポーターベンチリポーターが近藤君やったかな、近藤、はいえー、聞いてびっくりしましたけど、あの山本投手、うん、緊張しすぎて。うん あの一回表でマウンド上がろうとしたらしいですからね。ああーそれだけ見ましたね。<laughs> はいはいはい。球選手としてありえない <laughs>、ね、表と裏攻め攻めやるねビジターは。<laughs> 緊張しすぎてマウンド上がろうとしたらしいです、ね。なるほど。ね、それ見手止めたって裏やぞと。 よくそれであれだけ抑えれましたね。とモニターも全然表情が最初とやっぱり5回ぐらい経って違いましたね。でも山本投手ファームでずっと結果残してたじゃないですか、はい、結果残して結果残してやっぱドラフト下位で入ってきてるから、はい、そうそう上位の上位の,あの若手よりかはチャンスも少ない中で結果残して結果残してほんでワンンチャンスものにししましたよねでそれも登板予定って出てた記事の中でもう含めて。うんうん 監督自身のコメントかな、みんなリポートしてるので、球はそんな速ないと、速くないですね、そのスピードに期待してないと、あいつの気持ちに期待してるって言われて、マウンド上がるのって、めちちゃゃ怖ないですか本当ですよね、そんなプレッシャー、ハードル高いですよね、俺、気持ちだけかよみたいな、2013年のドラフト5位しかも王子精神ですよね、社会人からままああいじられるキャラですもんね。 キャンプとかでもそれいいですけどねだから逆にこの山本君が勝ったことによってファームにも刺激が出るんじゃないかなと今年のね永遠の課題ですけど今年からこのローテの5番手6番手ねここの若手の争いですからねもう昨日ファームの試合も僕やりましたけど最後投げた石崎君なんかはね火くんちゃいますああそうですね。いいますからね石崎もは そんな中和歌山の木の川市からメールいただいてます<い>、えー、小松さんという方なんですが、はいえー、阪神が首位をキープした1週間なんですが、はい、そんな中で阪神を三立てしたヤクルトに連勝したカープです、はい、黒田前健ジョンソン福井野村開幕から5本柱を保ってきています、はい、打線もほぼ固定されて安定感も出てきましたもしかしたらですが オールスターまでに首位に立てるのはカープかもしれませんとひょっとしたらカープファンの方かもしれませんが、はい、あの順位見てみたんですが、はい、1>, 1位から6位まで5.5ゲーム差という混戦ですがセ・リーグ。はい、阪神巨人広島 ヤクルト DNA 中日ですいつの間にかですねキャンプの頃の解説者の皆さんの予想の感じに収まってきてますよ亀山さん僕のにはほぼ気持ちよく収まってきますジャンス以外はね阪神巨人広島ヤクルト僕は阪神広島ヤクルト巨人 d n a 中日ですから、うん、<laughs> うん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 予断は許しませんがうん、うん、いやこれ単純に丸と菊池が上がってきたら <laughs>、はい、むちゃくちゃ怖いですよ確かにね今年だこの2人がねやっぱテイク飛行続いてたから苦労しましたけど、はい、いや確かに カープは強い、うん、強くなってきました形になってきましたからね。で一方のジャイアンツなんですが、はい、あのー、まあ最後の最後に優勝に立つという去年の作戦でいうと、はい、<laughs> まだ転化するには早いかなと思うんですが、はい、あんまり亀山さん転化が遅れるとなんか不完全燃焼のままズルズルいっちゃうような気するんですよ。そうですよね。ドラじゃなかったこれ。 の頼頼むむジャイアンツはジャイアンツいろいろ言われてますけどもう本当にジャイアンツっていうチームはシーズンが閉幕するまでだからもうただねここがこれぐらいもたついてたらそれこそ今年のシーズンの頭の見立てでもうヤクルト広島阪神どこもかしこも極端な d n a までドラゴンズはちょっと離れてますけど。 どこも要するに頑張り次第で1位になれるチャンスが来てるってことはジャイアンツも含めて戦わなあかんと2位3位のチームだけ叩いてりゃに入れるというシーズンじゃないですよ。去年みたいなね、うん、1一着取れるチャンスがあるからローテーションきっちり回っ,り回ってるところが強くなってくる感じがしますけどねそこが一つの目安ですねピッチャーのローテーション。うんそうですね パリ行く行きましょうオリックスバファローズです怪我人がやはり依然深刻ですその1亀友でもおなじみの伊藤義雄選手、はい、右肘と右足首の怪我のため市場選手登録を外れました復帰までは三四週間かかる見込みですオールスターゲームにも伊藤選手ファン投票で選ばれていますが、えー、番組でお世話になっているバファローズの熊谷候補によりますと 決まれば正式に発表もちろんしますがちょっと今の状況だと厳しいかもしれないですねとおっしゃっていたということです。糸井選手、まあ 痛みを我慢してずっとプレーはしてたんですが、うん、ここへきてとうとうという感じでしょうか、ね、ずっとまあこれ、怪我と付き合いながらでしょうね、これ、肘とと足首っていうことですからねんあんだけ頑丈そうな人がそんな言うわけですけど、よっぽどなんでしょう、ね、だから、あ他に離脱していくもんだから、うんうん、言えなかったんですよ、ね、自分が何とかしなきゃっていう意識の中でやっぱり我慢してたんじゃないですかね。こ、うん、んだけ豪華なファームになると、それは言うなかなかね,そうですね、自分もいけないですよね。はい そして怪我人その2です、えー、先月亀友のスタジオにも出てくれました西野選手が右手を骨折し登録抹消ですそうなのよ復帰まで2ヶ月程度はかかるということで、うん、これまたさらに痛いですね亀山さんこれも有効骨っていうとこかな、えー、あのスイングするところだと思うんですけどいいスイングしてるんだろうないいスイングしてると折れるとこなんですか山崎武さんがよってたところだね多分ね そういういとことあるんですねあのとで手首を入れ替えるときにちょっと形が悪くてっとといてるとこだだ思うんだけど西野選手、ルーキー JR 東日本からドラフト7位で入団しましたがシーズン途中からセカンドのレギュラーに定着していました、亀友登場後さらに調子を上げて57試合で打率3割4厘22打点、うん、新人王候補に挙げられるほどの活躍を見せていました。そう でこのように苦しい戦いが続いているオリックス・バファローズですが昨日ののホークス戦をはじめ先発以降の中継ぎ投手陣が徐々に昨年のようなパフォーマンス調子を取り戻しつつあります。はい、ということで今回は特別に、えー、バファローズの現在の,このブルペン陣、うん、中継ぎピッチャーや抑えのピッチャーの状況などについて<う>鹿児島県は鹿屋中央高校の 亀山つとむさんの先輩にあたります、ベップ修作ブルペン担当コーチに、さん、池田ディレクターの話を聞いてきました。ベップさん大丈夫かな <laughs> ップさん紹介しますとですね、はいはい、1981年に阪急ブレーブスに入団されました、はい、当時は鹿屋商業高校だったんですが高卒でブレーブスに入団89年までキャッチャーとしてプレーされまして、うん、その後その経験を生かしオリックスのバッテリーコーチやブルペンコーチを務めていらっしゃいます、はい、もうファームの試合で立ったらキャッチャーで打つなよ、うん なんといっても今、一番ブルペンのピッチャーの調子を分かっている方うの一人ですベ別府周作さんのインタビューを聞いいてください<笑><笑>先輩ありがとうございますっていうかおめでとう完全に棒読みでしょうが、これ先輩。<laughs> <laughs> あのもっと鹿児島の奥に言葉が出るかと思ったら、そうですね。ええ、もうめっちゃ緊張して標準語で喋ろうと思ってるからもうずっと棒読みなってる、ね。<laughs> まだあのー、8月14日も結構先ですからね。<laughs> それを後輩の先駆けってどういうことよ？<laughs> いやいや本当にねすごく真面目なすごく立派ないい先輩なんですよ。ええ、すごく実直そうなしっかりピッチャーの球を受けてらっしゃるそんな。 僕も自分はプロ入る時の監督に言われましたもん、別府のように真面目にやれって、なるほど、それならんかったから、途中でやめてしまいましたけどね。でも別府コーチおっしゃってました、本当にけが人が戻ってきて、ピッチャー陣はブルペン陣は徐々にここからよくなってるよという手応えがあるということでしたもんね。どんどん別府さん盛り上げていただいてね、このままじゃ終われないっていうところを見せてほしいなと思いますんで、またあいさついきますんで、8月14日ね、別府さん覚えおきます。はい以上亀友スポーーツジャナルでした はい今日は世界へ羽ばたけという記事ですね。サッカーーのニュースです、はい、男子の日本代表本田圭佑選手29歳が来年の4月をめどにえ自身の手でユースチームを発足させることを発表しました。うん、ユースというのはいわゆる高校生年代のチームですよね。はい、で本田選手はすでに幼稚園から小学生を対象にしたサッカースクール49校全国展開ジュニアユースも2校運営しています。 また先月にはオーストリアのリーグ3部ホルント ユ U チームホルンというチームの経営権の取得を発表しました実質的なオーナーだということです、うん、さらに今回新たに立ち上げるユースチームの本拠地は関東地区が有力視されています将来的にはこの日本のユースチームから有望な選手をオーストリアのホルンに送り込むことを視野に入れており、うん、ホルンの株組織的な役割を担わせるような構想があるということだそうですはい なお本田選手は先月ホルンの日本国内のトライアウトを行いました書類選考を通過したおよそ100人が参加主な選考基準はフィジカルとメンタルの2つ、まあ、身体能力と精神面、うん、およそ1 0 0ルのインターバル走24本の後に20分ハーフの紅白戦を行うという非常にハードなメニューです。うん、ホルンの CEO は 本田選手からは細かいテクニックではなくしんどい場面でいかに走れるかチームに貢献する姿勢があるかどうかを見るように言われていますとその選考基準やり方について説明をしています、はい、また本田選手の計画について関係者は本田選手は日本サッカー界初の日本サッカー界が初のスタートの 世界一のサッカー組織を作るという大きな夢を持っているようです、うん、ホルンの経営権獲得についても数年前から動いていますいくつものチームを調べていました結果外国人学の制限が他の国よりも緩く複数の日本人が同時に所属できることさらには最高峰の舞台であるヨーロッパのチャンピオンズリーグに立てるということからオーストリアに注目、はい、日本のサッカー少年を育成し世界最高峰のタイトルを目指すと いううことだそうです、うん、ねえすごいこうスケール感のある話なんですけど、まあ、いつもこのコーナーでちょいちょいサッカーではもうちゃんとしてくれるっていうネタが、ねうん、世界のスーパースターたちはあるんですけど日本から出ていったスーパースターはすごいしっかりしてるよということを,ーーはことを <laughs> あ<ー>まり取り上げておかないとですねこれしかも現役ですから、ね、う。でまあこれあの選考基準がね、うん、フィジカルとメンタルこれ面白いですよね本田選手らしくないですか。ね なんか、はい、あらしいなっていう非常に特にメンタルっていうのを入れてるところなんかが、ね、さっきの,あの女子ワールドカップの話じゃないですけど、はいはい、根性,根性みたいなところやっぱ自分で持ってないと、うん、技術は教えますよっていうことでしょうからそううでしょうね,ううね,ねどうですかこの世界観すごいと思うんですけどサッカーってやっぱこの、はい、フリーですよね。うん こういうことが自由にできるから、うん、発想がいくらでも出てくるというかこういう志があれば野球ってなかなか難しいじゃないですかもう決まり決まったものがあるから、うん、本当こういうことがやっていってこう、ね、常に世界を見てるっていうのが。はい サッカーらしくてね、うん、だから今の少年少女たちってサッカーに向くのかな、悔しいなって思いますけどね。ねそうなんですよね、あの入り口もそうだし、うん、間口も広くて。てで頂点が高いっていう,そうね、す常にワールドワイルドじゃないです。うん、ワールド,ワドじゃないです、うん。はい。 本田選手いろんなチームで年俸もたくさんもらってると思うんですけど、はい、そういうお金はこういうとこに使ってるんだなって思いますよね。かっこいいし、うん、もっともっと自分もだからやらなきゃいけないっていうモチベーションもなるだろうし、うん、今もうひょっとしたら中田英寿さん焦ってるかもしれないですよ。もう旅してる場合じいやいやまあ中田英寿さんの旅をして焦る場合かもしれませんけどこれを純粋に見てやっぱ野球界も焦らなあかんと思います。野球人口減ってきてきるというう流れで言うとね、うん こういうことできそうな人って言ったらでも約1名いるじゃないですかさんそうお願いします一番のカリスマはい世界っていう規模で見ても一番のカリスマそして一番の財力はいいろんな意味で財力ね彼が動くべき動いてほしいですよ日本野球界何でも一番にするその名は一郎あいいじゃないですかああいいじゃないですかいじゃないですか本田君と共にねサッカー界が発展していくと思いますので是非野球界もはい一郎選手 なんかやってほしいですねなんとかなりませんか、ね、はい、期待したいと思います以上亀山松友のちょっと神編です。亀友プレゼンツ山田貴道の野球花プロ野球大好きそしてタイガース大好き作家の山田貴道さんにプロ野球のいろんなお話野球花を正面から斜めから、はい、時には裏側から語っていただこうというコーナーですよろしくお願いします、うん、よろしくお願い,いたします さあ今日はこちらです。今思えば名言集。うん、はい。これなんですか。今思えば名言だったな。 プロ野球界の名言ってそれぞれのね歴代のスター選手が残して名言ってよくあるじゃないですか残ってるじゃないですかボールが止まって見えたとか好きに向かって打てとか好きに向かって打てとかそういうふうに語り継がれては全くないけれどもそして当時話題にもなっていなかったけれどもだけど今ちょっと掘り起こしてみたらこれって意外に名言やったんちゃうかと僕が勝手に判断した僕の中でこれ味わい深いなと思う <laughs> <laughs> ところも<お>のいくつかの名言集をですね時間の許す限り、はいえー、紹介していきたいなと思い,ますお願いします。 僕結構好きなのがね江夏豊さんの名言でねやっぱり有名なのは「野球は一人でもできる」これ実際言ってないとはされてるんですけどそういうニュアンスのこと。三振取れば終わるんだそそそううう有名なセリフありますけど僕ね江夏さんのセリフの中で一番好きなのはね1971年5月この中日戦でね当時心臓疾患により。 一時ねね戦線離脱してたんんですよ、ね、さんってもともと心臓にちょっと持病を持ってらっしゃって、はいはい、そういう中で療養明けの中日戦療養、うん、明け久しぶりのピッチング先発やったんですよ。えなつさん実はこの試合サイドスローでで投げてるんですよ、はい、えっ<お>脈拍がですね、はい、1>, 1分間に150もの脈拍を数える危機的コンディションの中、はい、あの横手からのサイドスローでのカーブを駆使して、はい、相手チームを5回 無失点に抑えてるんですへ<ー>天才でしょ <laughs> そう。<え>それ、上から投げるよりも、横からカーブにした方が、心臓の負担が少,、はい、が少ないからっていうので,うで、ね、ちょっと調子が戻るまでは、これで抑えたら、って言って抑えてるんですよね。すごいでしょもうこの時点で、もう天才やなって話なんですけれども、はい、この試合の後に残した言葉がいいんですよ。はい。1>, 1日100本やったのを、これでも20本に減らしたんや。 これタバコのこと。<laughs> <laughs> 名言でしょ。百本も吸っとったんだ。<laughs> <俺>わしこれでも二十本に減らしたんやで、キーツコ天然で。<れ>素晴らしいセリフ。<laughs> それででも一箱は開けけるわけですねね絶対ね、はい、こういうねえなつさんほかにもあってね「はい、腹が横に出るのは体が切れなくなるからいかんけど、はい、前に出る分には構わんのや」っていうセリフもあるんですよ。<laughs> <laughs> 最後だって、えー、相撲ピッチャーっていってメジャーリーグにも挑戦しましたからねこのねえなつさんえなつさんといえばそして、はい、やっぱり田淵さんじゃないですか。はいはい 田さんも味わぶいですね1989年のオフにですね、はい、あの大英ホークスの監督に初めて就任された時の、はい、えコメントでね、はい、あの当時ドカベン香川選手お、はい、亡くなりになられましたけど、はい、香川選手がいたんですよね、はい、その香川選手についてのコメントがいいんですよ僕好きなんですけれども、はい、香川は太りすぎている打つだけのキャッチャーはいらないって。 よう言えたなと。いや、田淵さんもそう思ってたんです。あ、そうですか。これよう言えたな、すごいな、さすがやな。これは、だから、キャッチャーとしては、今一つだったんだと。ご自身のこの痛みみたいな。あったわけですね。あるんじゃないですか。このコーナー、たまにある、俺がおったらあかんパターン。コーナーで。ちょこちょこね、僕、そういう時、いつも亀井さんに話しかけてるんです。そうですよね。そうです。二人だけの番組。になりそんな香川さん。はい。 そんな香川さんの引退会見の時のねこのセリフもねんで残らなかったんだろうと思うぐらいいいセリフなんです引退関係一番感謝したいのは僕を支えてくれたまるですってドカベン香川さん言ってるんですよこれまで一番感謝したいのは大体普通両親ですとか家族とか監督ですとかスタッフとか言うじゃないですか一番感謝したいのは僕を支えてくれたこの膝です わかる。俺太ったから膝痛いもん。そう。<laughs> <も>共感できます？わか,かこの膝に香川ドカベン香川選手、あの体重百三十キロ。あの体重を支えてくれた、はい、この膝に一番感謝したいってね。はい、体の部位に対して言った人多分初めてやった。後にも先にも。ねえ,え。膝は香川さんって毛があったんでしたか。 けがはね特にはなかったかもしれないんですけれども、うん、常にあの130キロの体重を支え続けてきたと<け>逆に持ってくれてありがとうありがとうそういう気持ちだったのだすごかったんだからもう国浪時代すごかったらしいっすよね松下球場で<っ>俺小学校の時にホームラン打ってくるからなちょっと本当にホームラン打ったんだもんね予告 <laughs> ホームラン<ー>その頃はかっけえドカメンって言ってたけどねいやだから今 <laughs> 今のね、あのあ<ー>若いリスナーの方やと今のおかわりくんですよね。<ー><ー>で足も速かったんだよ。ああなるほどね。えー、これで<う>って走ってるんだから。 森友哉選手のさらにすごい番っていうか、もっと丸かったです、もっと丸かった簡単に言うと、分かりやすく言うと、あんこ型やったんですよね、巨漢の選手って、いわいるソップ型ね、プロレスラー体系、山崎武さんとか、森友哉君もそうですけどああいう体系と、あんこ型っているじゃないですか、あんこ型ってなかなかいないじゃないですか、プロ野球選手でも。なりたくてもなれないですけどね。完全なあんこ型でしたからね。 はいでも膝に感謝さあそんな名キャッチャーつながりで西武監督時代の森正明さんの名言あ、はいはい、僕これあの西武黄金時代の真っ只中の森監督の名言で、はいはい、1992年10月、ねはい、これあの西武が3連覇3年連続日本一という大偉業を成し遂げた時の名言なんです。はい、野球人生最大の屈辱んん森監督3連覇成し遂げて なん、えー、でかというと、3連覇成し遂げたんですけれども、はい、新聞の一面がですね、宮沢理恵と高畑田のね、婚約に持っていかれたんです<ー> <laughs> なるほど。<laughs> <ー>3年連続日本一で、はい、新聞一面飾れない。<ー>しかも、森さんといえば巨人 V9 時代の選手ですから、はい、もう新聞、メディアがチアホヤされ、メディアに注目されるのは当たり前で来てる人ですよね。 これはもうあの野村さんとかとは違いますから、ねはい、森さんは花形の方でしたから、えー、そんな森さんにとって一番の屈辱は勝ち負けではなくて、はい、宮沢理恵と高原田、はい、1一面取られたこの時新聞の4面と5面やったんです、はい、西武日本一を。 聞いてみたいけどよう聞かんけど、はい、その二人のこと嫌いでしょうね <laughs> <laughs> よう聞かんけどよくもとぶつけてくれたな、うん、と発表ですよ、ね、いやだってね当時強すぎてね勝って当たり前またセーブかと確かにね、うん、でマスコミってそうなんですよ変わったことがニュースになるんですよはい、はい、犬が 人を噛んでもニュースにならないですけど人が犬をかんだニュースなこれよく言う言葉ですまさにねそうですねまさに西部が優勝するのはね犬が人を噛むんです普通のことなんですよ当時はそれぐらい強かったんです確かに強かったね申し訳ないですあの他にねあのここからはちょっとあのこの人にしては意外なセリフやなっていう名言をいくつか紹介したいんですけど工藤さんはい督ね若手の頃 1988年10月これね3年連続パ・リーグ制覇に向けて近鉄とのデッドヒート繰り広げてたんです西武ライオンズ時代ですねはいこの時のまあ時の西武のエースですよね工藤投手が言ったセリフがね「チームの優勝のために野球をやっているわけじゃない優勝しても来年投げられなくなったら終わりじゃない?」っていうか聞いたことあるか覚えてますかはいこれすごいセリフでしょ結構問題発言になっちゃう。これ造反って言われてね森監督が激怒してはい あの要するにフェアフェアあのチームプレーを無視してるエースなのにと、はあ、今のこの工藤選手のちょっと、うん、工藤監督のちょっとその成人君子というかね、はい、野球選手の模範みたいな、はい、ヒーローですヒーローロみたいなね、はい、クリーンなイメージがあるじゃないですか、はいはい、よ要々考えたら結構若手の頃の工藤選手ってやんちゃ坊主だったんですよね,、はい、すね実は、はい、これ言葉のシーンはね山田さんどう考えたらいいんですかこれ,これねあの要するに この時はまあ若かった、まあ、苦労して、ものすごいフル回転やったんですよ、本当に。多分しんどかったんやと思うんですね。はい、そういう中でもしここで優勝しても、当時の日本って、やっぱ腕をエースやったら、腕が折れるまで投げろと、チームのために。うん、優勝のために投げるのがエースやろうと。はい、それはでも、工藤さんからしたら、まだ自分は20代前半の頃で、当時25歳ですわ。はい 自分は歳歳まで現役で役いいた実際投げましたけど200勝だってしたい、うん、そういうふうに人生設計考えてるのにじゃあここで腕を折れて投げて、うん、ほんで来年急にパンクして、うん、え先生名終わったら誰が責任取ってくれんのよ確確かに確かにね、うん、か理にはかなってるんですよ実は。はい 優勝のために投げろとは言うけれどもただ当時やっぱり不動産若かったから言葉がその理路整然と説明ができなかったんですねついついやんちゃな言葉がむき出して言っちゃった言っちゃったという言葉のチョイスを誤ったんでしょうねそのあとの契約更改もあるんでやっぱそういう意味で世論というかファンを味方につけるという意味の発言であったかもしれないしでもそれは今の時代やったらそうなったかもしれないですけど当時はやっぱまだ何にわ節でしたもんエースやったらそうやろうというのがやっぱり ファンの世論も多数,を多数を占めてましたからね。うそうでしたねはいさあ続きまして、はい、これも意外やなと、はいはい、野村克也さん、はいはい、野村克也監督野村克也さんの現役時代ですね、はいはい、1976年、うんえー、4月22日の「週刊現代」で言ってる言葉なんですけども「はい、打球に」 配球のデータなんか関係ない。執念深さが次のボールを予測する勘を養うんだよ。おい、アイディア球のおい、ノムさん、ノムさん、そんなこと言ってたのデータ無視でいいのかいかる。もうあの時、これ、ノムさんも若かったんですよ。データ関係ない気持ちでやれ、執念やさ。そんな時代もあったんです、ノなるほど。これと似たようなことが、1973年7月19日の朝日芸能。これもね、ノムさんが意外ですね。金田正一はぴょんぴょん跳ね回るタレントや。わしはタレントになれるような口は持っておらん。 喋るのは苦手なんや。今、誰よりもタレントでしょ。誰よりもタレント、今。公演の数とかすごいですからね、喋さん。喋の得意やん。はい。またいいお話するっていう話ですよ、本当に野村さんは。そして、さらにもう一個いきましょう。野村さん、3連発で。1980年の著書から。はい。ミーティングがマンネリ化してしまってはダメです。監督として毎日やるなら、せいぜい30分までです。どこがどんだけ長かったか。長かったです。 一時間半ぐらいす揃ってたもんね。そうなんですよ。うん、やっぱやっぱね意外なね、はい、あのー、セリフが多いわけで。やっぱ当時野村さんもやっぱ若い頃は今とは違うわけですよね。はいはい、なるほど。うん、君子彪変確かにあの偉い人は変わり身も早いというかその場その場でちゃんと筋が通るようにしてるわけですね。そうです。うん、あのー、これも僕好きなんですけどこれ多分ね亀山さんが反応しにくいと思うので、はい、あの亀山さんに言いますね。はい、何でしょうか。はい 1986年2月のですね月刊現代という雑誌の中でですね、当時、タイガースのスター選手だった岡田昭信さんが、ちょっと女性問題でこうフライでフォーカスされまして、ありましたね。それについてですね、週刊現代がなぜかですね岡田堺さん、岡田さんのお母さんですね、お母様にインタビュー取りに行ってるんですよ。またよしゃいいのに、よしゃいいのに。その時にお母さんが言った言葉ですからですね、ほんまにもう、あのアホが。 そらもうアホよって書いてるんですよイレーやったあの喋り方え、お母さんお母さんがそらもうアホよってほらもう1986年以来わからかもう終わう <laughs> <laughs> ええー、以上山田孝道さんの焼きバ腹でした <laughs> 大阪府川内長野市からメールいただきました40代の主婦の方です、はい、オープニングで亀野さん阪神の貯金の話されてましたはい 例えるななら、えー、通帳に1000円しかないと、はい、来月の支払いがどうなるかというようなお話されてたんですがそれをちょうど小学3年生の息子が聞いておりまして「はい、え阪神お金ない ?1,000 円僕の方が貯金あるやん <laughs> 3万円ぐらいあるやんな今」って。<laughs> で、プロ野球の貯金とは何のことかというのを説明しましたが、息子分かってくれたかなと。お母さんからメールいただきました。なるほどね。あの、またゆっくり時間あったら説明します。可愛い話ですよね。もう今だったら、大王になれるんじゃない。いや、本当ですね。でも、今セリーグで一番タイガースが金持ちですからね。いや、本当。でも、こういうの、僕もこの時思ってました。なん、なん言い方、貯金とかいう言い方するんだろうって思ってました。ね、知らん女の子とか、キャンプ言ったら、本当にキャンプイ場に。そう、そう、そう、そう。 ありました、ありました。今日のゲストは、作家の山田隆道さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありました。ね、その子供に負けないように、はい、たくさん貯金を増やして、はい、タイガースも気持ちよくいきたいと思います。明日でが好です。はい、また来週です。さようなら。さようなら。